はいどうも皆さん、おはこんばんにちは、ネミルプでございます。ということで今回はグランツーリスモ 7.31 アップデートの3代目になります。なんだっけ名前はい、ポルシェのカレラ GTS904 ということで、古いレーシングカーにはなるんですけども、乗っていきたいと思います。タイヤも細い、鉄人ポルシェね、初めて見る車でございます私。ということで初っていう、初がいっぱい、あ、やっていきましょうかね。どこ走ればいいのこれ、この車。はい、ということで、わからないのね、無難に来ました。無難に、このニュルブルクリングなんですけども、今回追加されたスプリントの方にね、やってまいりました。はい。もう、わかんなかった。この車が走るコースがわからなかったんで、まあ、ニュルブルクリングを選んだんですけども、いやでもこの車初めて乗るけども大丈夫かな。おお一足に入れちゃうとやっぱダメだね。この車すげえぞ。まあ、ノーマルカーではなくて、このカレラ GTS1 はレーシングカーと。すげえアンダーなんだけど。大丈夫。抜けるね。すげえ抜けてく。まあ、ここ曲がると。まあ、スプリント。まあ、グランツーリスモ6とかやってる人はわかると思います。はい。久々の登場ですね。スプリント、そしてこの車お初ということで、だいぶ宿泊してるな。おお、トルクが結構あるんだな。いやーすごいな。これブレーキなんだ。ブレーキの感覚が、ここまでね、おお、なるほど、なるほど、別にそこまでなんか全然気になるっていうほどではないですね。どうやって紹介したらいいんだろうな。知らない車だから乗りやすいですねとかって言った方がいいのかごめんなさいね。ケツはちょっと押さえたい、ケツを押さえたい。あ、アンダーなんだよね。アンダー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 、語ることかね、語ることがマジでね、この車。もうちょっと癖があるのかなと思いつつも、癖がね
マジで癖がね。わ、この車乗りにくいとか、すごい乗りにくいよとかじゃなくて、あ、はいっていう。クラシックですねって言うしかないな。すごい、もう、どちらかというとね、あんた、一個タイヤのグレードを落としていいな、ミディアムでいいんじゃないっていうくらいの車です。なんでかっていうと、今現在 CS つけてるんですよ。 CS つけてるっていうよりも CS がついてた。コンフォートソフトでここまで来てるって相当グリップ力高いよ。だから一個下でいいと思うな。うん。しかもアンダーになっちゃってるから、おお、ここの意外とこういうところは結構見せるんだけども、こういうところ見せたとしてもすげえな。これはアップデートの甲斐があったってことだな。ほら、すげえな、これは。これはすげえよ。ちょんべりでこう。これ、こう、なんにも言えねえな、俺は。ちょっと申し訳ないけど。ってな感じで。うん。まとめはないです。うん。なんでかっていうと、この車は、いいっていうことしか言えませんのでね。はい、ということで今回はここでおしまいです。よかったらチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。では皆さん、バイバイ。